さあ始まりました東の VS でございます。横にいるのは石井ブレンド君です。よろしくお願いします。オープンしましたグッドフィーリングコーヒーというお店の中で撮影しておりますけど、はい、オープンしてどれぐらい経つんですか。一応1週間おプレオープンからは2週間、ね、1週間、はい。X 旧 Twitter フォローしてますけれども、はい、日々いろんな芸人さんが来ていただいてすごい盛況だなっていう印象ですけど、はい、2週間経ってどうなんですか。初めてめっちゃ忙しいです。最初の3日ぐらいで、うん、一回やめようかなと。あかんあかん、頑張らんと。ほんまにもう、これどうすんのっていうぐらい、もうその忙しいっていうのはお客さんがたくさん来る、はい、あとお客さんもやるけど、はい、別のこともやらなあかんし、はい、このこともやらなあかんし、はい、とかいろいろ仕事が多すぎて大変なの。まあ焙煎も自分でやってたりとか、うん、焼き菓子もやってたりとかもあるんで仕込みがすごいあるんですよ、うんうんうん、で、まあ、プラスそのお客さんの対応もあるから仕込みを結局営業時間ならほぼできないんで、うん、もう前か後にやるしかなくて、ラーメン屋の悩みみたいな感じスープ作らなあかんそういうことでしょ、はい、そうです。で豆を焼かないといけない、で焼いた後にその、まあ、あの選別しないといけないっていう作業を僕はまあそのすごいするんですけど、手作業だから分からへんけど、はい、やっぱり時間かかったりするの。すごい時間かかります。それによってコーヒーの味も違うの、はい、まあなんかそういう決定豆っていうのが1個でも入るとちょっと渋みとかえぐみみたいなのが出ちゃったりするので、めちゃめちゃ日々しんどい。めっちゃしんどいです。もう吉本やめるやん。いやでもだから昨日もまあ普通に営業やった後やってて夜9時からライブがあった。おうおう、それは逆に楽しかったです。あ、なるほど。なんかこう違う、あ、お笑いできてるってなんか嬉しいなみたいな。親父バンドや。あの月金一生懸命働いて土曜日日曜日仲間たちとなんかあの演奏するとかいうそういうことでしょ。めっちゃ疲れてて正直その、うん、6時ぐらい、まあ、閉店で6時なんもう嫌やなとか面倒くさいなとか思ったけど、ここからライブかと思ったけど行ってやってみたら楽しいでしょ。だってあ、俺お笑い好きやな、お笑い大好きやなって再発見できるためのグッドフィーリングコーヒー。いや本当にで結構だからここまあいろんな人を使わせてくれとか、うん、くるくる、あると思う。それこそ雑誌の取材とか、だって俺だって今日俺休みやって、はい、ラッキーラッキーと思ってここで使わせてもらってるから、はい、でも全部断ってるんですよ、うん、あ、なぜで、はい、もうこれだけ東のバーサスだけ、OK、え、嘘や、申し訳ない。いやだから逆に僕はその周りの皆さんが東のさん嫌われたらいいなって思ってなんであいつだけ言うんだろう。あ、そうなんや、はい、これはもう、いや、めちゃめちゃね吉本芸人の YouTube してる方、はい、ここ、いいですよ。いやいや、もう本当断ってるんですよ。厨房あるから料理も、料理コーナーもできるから。ほんまにそのちょっとその時間だから取れないの。そうだから営業中とかねなかなか難しいですし。なかなか、はい、いやというのも、はい、またランチもね、はい、年内もう一回俺行きたいと思ってるんですよ。はい、旅レズに行きたいんですけど、はい、その前に、はい、石井ブレンド、スピンになって、はい、潜在写真をたまたま撮って、はい、で支払いの時のそのレジのところに、うん、言うたらこのように、まあ、写真立て、はい、写真立て、バッチ。ほんでこれキーホルダーね、全部オリジナルの石井ブレンド商品ですけど、はい、YouTube 見てる方、はい、欲しい方、うん、手紙はがき封筒なんでもいいけど、はい、渋谷の中央郵便局送ってくださいって言って、はい、日に決めて、はい、でこの間取りに行ったんですよ。はい、これがだからそう、どう俺だからね、はい、以前幻ラジオでやってて、はい、でそれもだから渋谷郵便局って言ってたんですよ、はいはい、でほんで俺とんにたんですこの間この石井ブレンド君のグッズ、はいはい、だからクリーニング屋の袋持って行っていっぱい着てたらちょっと持たれへんからと思ってね、でくしゃくしゃにして、はい、で行って、はい、運転免許証出して荷物取って、はい、東の工事屋店に届いてるでしょ、はい、くださいってちょっと待ってください、あ、来てました来てましたって言って、はい、来たんが、はい、年賀状のハガキ1枚なんですよ。で、ええってなって、で年賀状のハガキが1枚だけ来たのよ。ってこんなアホなって、はい、こんなハガキで失礼して石井ブレンド缶バッチ希望ですって言って、はい、横浜市の方が来たんですよね。渋谷郵便局の面って言って、はい、
これも俺も人気ないし石井ブレンドもあかんでと思って、はい、ほんであれ渋谷郵便局ちゃうのみたいで YouTube 見返したんですよ、はい、ほんなら渋谷中央郵便局みたいなことになってたんですよね、僕が書いたやつで、はいはい、でてっきりこの渋谷郵便局で1個だけだと思ったら、はい、別でもう1個あってもしやと思って調べて行ったら、はいはい、そこにうわぁすごい、ここにえだから来てんのよ、うわぁすごい、え欲しいやつだから、はい、これ全く開けてないけど、はい、こんだけあぁすごいすごい来てるのよ、うわほんでこん中で、はい、して1個ずつ、はい発表しようかなと思ってる感じ。なるほど。だからこれだから全く俺もだから、はい、仕事にちょっとねいろいろちょっと、はい、いろいろ言ってたから読んでないけども、はい、めちゃくちゃ細かく字書いてるからなんか読んであげた方がええかなとか思いながらねいろいろだって石井ブレンドさんの清らな希望、はい、大学時代によく漫才劇場に見に行ってて大ファンですと、そんな時代から、はいはい、っていう方とかね、いやいやめちゃくちゃだから、はい、封筒なんてこんな冷たいチャンネルないよ、普通こんなのハサミで切って読むはずやん、いや全部ね全部、はい、何にも読ん、いやだからこういろいろ来てんのよ、桜市多分千葉やねの方とか、はい、あ千葉多いね、いろいろ、いろいろ来てる中で、はい、ちょっと発表しようかなっていうところ、はい、全部ここのクリーニング袋に一回入れて、はい、で石井君に目つぶってもらって引いてもらうっていうのどう、はいはい、どうどういいですね、いいよね、確かに問題は、はい、この大きいやつはちょっと一回出して確かにこれか割れるもんね、だからちょっと、はい、僕なんかずるい感じがするからそれだけちょっと開けてくれへん、何か分かれへん、入ってるんですかね、入ってるか、ほんでっき何してんの、何いや分かる、何か分かる、これ俺の歯みたいな面白いな、いやいや完全に何かこんなんで、こんなんありがとうございます。あ、付箋をこう送ってるんで、ああ、なるほど、こういうのを作れますか、あ、こういう付箋どうですかって、あ、ありがとうございます、しっかりご提案書って書いてる、ご提案書、あ、オリジナルの、はい、こういうのね、あ、業者からでした、すいません業者からね、ちょっとありがとう、あとは、はい、これ大丈夫、あ、こう完全にも別案件、ね、別案件ね、はい、わかりました、わかりました、じゃあこれこっち置いといて、はい、じゃあ、こんなのからはい、うわどうする、関東やったら、はい、次の旅ネズミの目的地にする、あなるほど、ほんで持って行って、はい、で近くでだからいてへんかったらと同感して、はいはい、ほんで、うん、飯食って帰るみたいな、あいいですね、いいよね、はい、じゃあキーホルダーから、わキーホルダー出して、一体誰がお手伝いでしょうか、石井さんお願いします、はい、個人的にこのキーボードが一番自分なら欲しい、あーなるほど、はい、じゃあ発表します、はい、ラジオネームエイトルズ、東京都大田区、あ東京都、ダディキーホルダー欲しいです、あちょうどよ、はい、タンパク、はい、おめでとうございます、今ちょうどちょうど、おめでとうございます、この方に差し上げます、ずっとその個人情報ガンガン映してないです、大丈夫大丈夫絶対大丈夫止まった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 って全然大丈夫です、止めれるさあバッチバッチ、あんなちょっと淡白やったな、めちゃくちゃ淡白、めちゃめちゃ細かい女の子の字で細かく石井ブレンドがどんだけ好きかって書いてるやつがある中、はい、一番淡白な汚い字で何キーホルダー欲しいですって言うの、汚いでしょ、お願いします、はい、アンバッチこちら、じゃん、この方、お愛知県、愛知県、カイ君でええんかな、これカイでいいの、光変、あカイっぽいですね、うん、
岡崎市の愛知県岡崎市の方です、はい男性だと思います、はい、写真立て希望します。残念です、バッチでございました。石井ブレンドさんの顔は男性よね、コマンダンテ石井プレゼンツ、はい、絶対に面白いライブの復活を希望しています、よろしくお願いしますということで、はいこの方に頑張って差し上げます。いや別にこっちでもいいいやいやあかんっていう、来ました。今のと、まあ、さあラスト、これ写真立て一番タレントになってます。当たらせていきたい、誰が当たるんでしょうか、お願いします、はい、じゃじゃーん、あ、長い、いましたよ、あ、いいじゃないですか、鳥取県石井ブレンドさんのキーホルダー希望、残念、写真立て大学時代によく、はい、漫才劇場見に行って、とても、あ、さっきもね、つやこれ、はい、YouTube などを拝見しており、新しく応募されたカフェにもぜひ行きたいと思っております、はいはいはい、ダディの大ファンでもあるので、お二人のライブこれからも、嬉しいです、ありがとうございます、リナさん、鳥取県のリナさん、おめでとうございます、当たりましたということは、はい、鳥取愛知で東京はこのエイトルズっていう汚い字の男の子のところに、何やねんこいつこの子に直接投函しに行きますから今後、年内にあと2つは俺個人的に送っとくから、マジで汚い字、めっちゃ汚い字なんですよ、はい、こいつほんまに欲しいかなっていうことでございますから、一応、当選発表でございます。あとの方は本当にありがとうございます。と、これはどう石井君、なんかわ私と僕はどうする、読めへん、どう、いやいや読ましてもらいます、せっかくせっかく読ましてもらいます、はい、じゃあちょっとこういう方もいらっしゃるということで、はい、で太田君の彼の家に行くときに、はい、旅ネズミに行くときにまた持ってこさせてもらって、はい、どっかでバケツかなんかで持っていくから燃やして、ちゃんと燃やして、うん、あれだって河川地かどっかでバケツで火つけても問題ないでしょ、まあ、撮影は多分いいんじゃないですか、いいですね、ちょっとやりますけど、はい、3名の方ね、2名の方は僕ちょっと、郵便局行って送りますんでおめでとうございます、はい、ということでございます、いや、なんだってやってみるもんですね、こんな風に来ていただいて、本当に書いていただいてありがとうございますし、なんか勝手にその総数を把握してらっしゃって、うんうん、数発表してくれるんだって言って、それでこうリアクションを取ろうみたいな、いや少ないなとか、いやめちゃくちゃありますよ、なんとなんてそのリアクションしたらいいんだろう、でもまあありがたいですね、緊張しちゃう、めちゃめちゃ近いですよ、めちゃくちゃ近い緊張帳面が違うだけ、マジで、はい、いや俺も偶然パッて見たら、あれすぐ近く、近く、はい、なるほど、だから近くに住んでると、はい、はっきりと、はい、当選した暁には直接石井ブレンド君にサインもらいに行ってきますと、よろしくお願いします今後とも応援してますと、はい、っていう方、近所の方もよかったや、いやいや、ありがたい僕読まれたやつですって言ってください、石井さんからねサービスあると思いますんで、あ、そうですね、それはよろしくお願いします、さあ、ちょっとねもう疲れてますけれども、これからも、まあ、店スタートしたばっかりでございますけど、はい、ちょっと頑張っていただいて、はい、でまたちょっと機会見たらちょっと旅ネズミの方もよろしくお願いします、はい、あれだから東のバーサスでちょろっと多分言ってたと思うんですけど、はい、俳優とかやってみたい、おうおうおう、でこれ撮ったちょっと後です、うん、あの短編映画お決まりましたよ、えほんまに多分これこの写真のおかげかも、マジで、はい、短編映画どんな役、何番って、ほぼ主演です、出たマジ意味わかんないですから、もう撮影始まった、まずです、でも短編なんで本当に3日4日ぐらい抑えられてて来月撮るんですけど、誰が監督とか誰が脚本と か、ね、共演者誰とか、共演者水戸夏目さん、ああ知ってる知ってる、とあと寛平師匠が、寛平師匠が、はい、いやもうそんな、はい、完璧賞もちゃんとしてあるし、はい、だから要はお客さんに向けてというか業界関係者に向けての
なんか名刺代わりのお芝居なわけでしょ。その西伊豆、静岡県の西伊豆をこう舞台に PR しようみたいな感じ。ああ、よかったよ。らしいんですけど、スタジオアリウスで写真撮ったら、はい、俳優の主役の仕事が来ました。仕事で悩んでる芸人さん茨城県のスタジオアリス行ってみてください。いやいや、ほんまによかったな。いや、こんなことがあると。いやいやいや、素晴らしい、はい、ちょっと作品の方僕ぜひ見たいと思います。はい、ちょっと本当演技できないんで。いやいや、もうそんなもんやってたらええ、そんなもん出てたらええね、平気な顔で当たり前の顔でうなずいてたらいいですよ。いやいや、無理だった。いけるいや血の底が俺やから、いくら下手でも俺よりしたいことないから全然大丈夫だよ。お願いします、はい。仕事の方も好調な石井ブレンド君、どうもありがとうございました。ます、 すごいよ、本当にこれもよかったね、ほんまやな。